玉辺知識認定コーチの西村です。本日は10月にトライアルコーチングを受けていただきましたクライアントの方からご感想をいただいておりますので、こちらでご紹介させていただきます。コーチングのトライアルを受けてから1ヶ月経ちました。実際お会いしてお話をした時は悩みの真っ只中にいたことと緊張感でとてもエネルギーを使ったなと感じました。とにかくどのような人生を送りたいのか、目標をいくつか立てて毎日アファメーションを読む、目にすることに集中しました。そうすることで未来がぼんやり見通せたような感じで気持ちも落ち着いてきました。当初の悩み自体は持ったままでしたが、他の方面に目をやると楽しいことがたくさんあるんだと改めて実感できました。楽しそうなことを探し見つけてしまえば自然に幸せは叶っていくように思います。仕事、家族、友達、容姿、地域貢献などいろいろな分野で自分は何をしたら面白いだろうか、それを考える時間はとても楽しく、もう未来を先取りして味わっているかのようです。一度のトライアルでしたが、こまめにメールのお返事もくださって大変感謝しております。大幅に前進しました。まゆみさん本当にありがとうございます、ということでした。私今トライアルコーチングを受けていただいた方に、1ヶ月の間サポートを続けてます。当然連続コーチングの方にはそのコーチングの期間中はずっとメールの方も承っているっていう格好です。ぜひ私のコーチングを受けたいっていう方いらっしゃいましたら、私のホームページの方よりぜひお申し込みください。お待ちしております。